4種目目の跳馬。3種目終わって田中は8位と、もう一つ順位が伸びてきません。そうですね、アンバーで少し消化がありましたから。うん、これも飛び方としては最も難しい E 難度の跳躍技なんですけども、うん、着地のところはご覧のようにね、崩れてしまいましたですから、高得点は期待できません。で、次の部位はまだね、小島はなかなかラインを超えるのは遠いですね。そうですね、国際なんか行きますともう超えるのが当たり前だということですからね。ですからいかに遠く点数出ましたね。9.10 です。